はい、いらっしゃい。おはようございます。はい、今日はグランプリ決勝、お客さんみんな、もう欲の深いお客がみんな待ってます。1年間いろいろお世話になりました。また来年もよろしくお願いします。競輪、不安あっての競輪、ね。ありがとうございました。I'm on my own, broken alone, I feel the rain.皆さん、こんにちは。カラフルスタイル、白井和樹です。カラフルスタイル、山田文雄です。今日は12月30日、はい、いよいよ、年末のグランプリです。大きいですね。はい、で今回は、スープ配りにプラスしまして、はい、愛知支部のサポーターグッズの販売してます。もう開始早々から みんな並んでいただいて、すごいお客さんがね、はい、来てくれました。やっぱグランプリの日は場外ですけど、うん、盛り上がってますね。年に一度のグランプリのお祭りなんで、楽しみますね。しっかり盛り上げていきましょう、はい、さあとりあえずサポーターグッズ売り場に行ってみよう。レッツゴー。ここでサポーターグッズ見てください。選手映ってますよ、映ってますよ、映ってますよ。島野さん映ってますよ。宣伝してください。どうぞ。すいません。小橋くん、映ってますよ。ありがとうございます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 。こんな調子でさっきから販売してるんで、結構売れてます。みんなすごく買ってくれてますね。いっぱい買ってくれてます。楽しみです。この T シャツですよ。この T シャツですですよ。同じデザインデザインのこれが T シャツですね。ペアルックペアルックといえばそれまでだけど、みんな愛知支部全然ペアだから。ワンチームワンチームですね。次にスープバーに行きましょう。レッツゴー。スープ売れてますか。なんかちょっとちっちゃくなったじゃん。持ち運びで、もう終わったの。会場の用意スタンドアップは終わった。さあここでみんな女の子、あと白メガネ君が黒メガネ君がスープ配ってくれてます。無料でね、無料で配布してますね。これもう結構何年前からもうね、8年ぐらい前ですよね。8年ぐらい前からこれを年末のそれ発見業のスープがね、はい、そうになりましたね。恒例ですね、はい、もうお客さんもそれ目当てでね、はい、来てくれるんでありがたい。絶品ですね、高いスープ。美味しいですね、はい、はい。もう、まあ、皆さん頑張ってますんで、ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。どうやら泳いでますか。泳いでました。いや、もうないです。もう、はい、もう終わります。ちょっと一杯いいですか。一杯いいですか。シレさん、熱いの得意ですよ。暑いの得意だけど、めちゃくちゃ暑い。でも美味しい。美味しい。暑くないと美味しくない。どうですか。いや、めちゃくちゃ美味しいですね、この筋焼きたのコーンスープ。めちゃめちゃ美味しいです。もう何回飲んでも美味しいです、これは。ぜひ皆さん飲んでください。さあ、この後は
またあの年末恒例なんだけどトークショーがあるんで、またステージの方に行きます。お楽しみに。うわー、出来たて熱そうやね。さあ斉藤選手食べ、ちょっと試食お願いします。どうどう、何味ですかそれ。めっちゃ美味しい。同級生ラインですもんね。ゴマスランでもいいからもですよね。めちゃめちゃ中京の怖い先輩だったのに。やばいやばい。チャレンジャーですね。あの上唇ズタボロになりますよ。そあねえ、ごじさんなの。タコだけじゃねえか。お前さ、でもさ、タコをあのタコ焼きをさ解剖して食べるってあり、それ完全あの金子さんタコ焼き否定してる。美味しいのはわかるけどタコだけやろ。俺のタコ焼きは8個なんだけど、ソースと醤油を分けました。ちょっとわがままバージョンです。一個食い、トロトロふわふわ最高。白い煙めっちゃ出て、醤油とかつお節合うの。おいしい。マフラータオル、鈴カレンダー販売しますよ。お客さん、お兄さん、はい、どう売れとる。お、綺麗に並んどるじゃん。はい、何がないだ。こっちたこ焼きみたいな人がたこ焼き焼いてる。たこ焼き、たこ焼きみたいな人が。あ、もうこれいいんじゃない。これ、わ、あと1個出して、はい、1個しゅっ玉横に出して、すげえいい匂い。で、転がしげです。美味しいかどうかは保証できます。こっちを。もう、やっちゃった。すげえ、怒られる。一回してる。もうなし。トークショー。緊張するわ。今年の何かあの、普段こうやって動画で喋っとる方が喋りやすい。こうやってマイクの人が固まっちゃう。なんか言っちゃいそうだね。全開でお願いします。何全開。俺の全開は自転車だけだもん。かっこいいっす。かっこいい。なの全開でお願いします。全開何を。トーク、トーク全開。俺今日カメラマンだ。カメラマン、僕今日カメラマン。最後に呼ばれるって言ってました。え、最後に呼ばれる。そうなの。お願いします。久々だもんね。さ、最後一緒に上がりました。最後一緒に上がるか、はい、一緒に上がろうな、はい、で俺カメラマン行ってくるわ、はい、もう地元選手会アイスシブ豊橋所属の皆さんにお集まりいただきまして、今年一年の皆様へのご挨拶をさせていただく時間とさせていただきます。豊橋所属の65回生カラフルスタイル白井和樹です。よろしくお願いします。さあ、皆さんには今から今年1年を振り返っていただきまして、今年1年の思い出、振り返り、反省などなどお聞きしていきたいと思います。さあ、まず白井さんから。はい、今年1年いかがですか。僕今年はですね、1月もう初っ端の開催から鎖骨を折るというアクシデントがありまして、はい、もうなんか1年本当に怪我に泣かされたかなっていう感じなんですけど、まあまだまだね、50歳になった年ではあるんですけど、まあまだ頑張ろうかなっていう気はあります。まあ僕の先輩もね、まだまだ本当に上で頑張ってですね、僕素晴らしいお手本なので、はい、島田さんを目指して僕は頑張っていきます。はい、白井選手の今年1年を振り返っていただきました。さあ、それでは今年1年を振り返っていただいたんですけれども、やはりね、この1年の締めくくりということで、来年に向けて大
来年への目標、意気込み、などなども今 YouTube にも出演してるので、そこもいろいろ出演しながら経緯を広めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。平井選手といえば金子選手の YouTube もう常連さん、メイン出演者さんですので、今後もぜひご期待ください。選手、山田選手よろしくお願いします。どうぞ壇上にお越しください。やはりね、豊橋といえばこのお二方も欠かせない存在であります。さあ、じゃあまず金子選手から、今年1年はどんな年でしたか？そうですね、怪我もあってなかなか結果残せなくて、思うように走れなかったですね。でも先ほど西成さんからもお話ありましたけれども、 YouTube ではもう大活躍されてますね。6月ぐらいからの YouTube 始めて、はい、本当にたくさんの人に登録してもらったり見てもらったりしてるんで、まあ、一人でも多くの人に楽しんでもらったり、競輪をしてもらいたいと思って始めたんで、はい、宣伝してください。ぜひ、ね、今日集まっている皆様でまだ見たことないよという方、カタカナでカラフルスタイル、 YouTube の虫眼鏡のところからカタカナでカラフルスタイルと入れていただくと金子選手のチャンネル出てきますので、ぜひチャンネル登録していただいてご覧ください。それでは今度は来年の目標も教えてください。では金子選手お願いします。来年は2月に全日本選抜が豊橋でありますし、5月に全プロ記念競輪ですかねの方もあるんで、ぜひ見に来てください。それでオリンピックですかね、東京オリンピックは深谷すごく今調子が良くて出れる可能性もかなり高いと思うんで、応援よろしくお願いします。それとオリンピックのチケット当たった方っていますか？この中でオリンピック自転車競技開会式などなど当たった方いらっしゃいますか？お、ちょっとね、なかなか購買です。あ、いました。おめでとうございます。僕たちはもう外れちゃったんです。そうです、私ちょっと何回か応募したんですけど、はい、外れてしまいまして僕たちの分まで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ありがとうございます。では山田選手、来年への意気込み目標お願いします。そうですね、今金子君も言った通りね、2月に全日本選抜、5月6月に天皇と豊橋では、今までやったことない大きなレースが、行われます。全日本選抜ですね、豊橋からは、ここにいる金子君一人しかちょっと出ないんですが、あと場内の方ではですね、地元選手が、いろんなことをやってくれて皆さんを楽しませてくれると思います。なので、今回はですね、ちょっと開催指導員やってますんで、場内の方には来れませんが、地元選手がね、いろんなことやって盛り上げてくれると思いますので、ぜひ皆さんね、場内の方に足を運んでもらって、金子君の応援をし、場内の選手と楽しんでください。来年よろしくお願いします。ありがとうございました。地元豊橋の選手の皆さんに最後のご挨拶していただきました。豊橋の選手を代表して集まっていただいた皆さんにお礼のご挨拶と来年のメッセージをお願いします。今年1年豊橋競輪の応援と、ここに、ね、いる地元選手の、応援ありがとうございます。ね、頑張ってくれた選手もいますし、なかなか頑張れなかった選手もいると思いますが、来年1年ね、それに懲りず地元選手のね、熱い応援をしてもらえると地元選手はね、頑張れると思いますので、来年もまた引き続き、トラッシュ競輪の地元選手の応援をね、それと愛知支部の選手もね、100人ぐらいいますんで、愛知の選手の応援も、来年も引き続きよろしくお願いします。今年1年ね、ありがとうございました。ありがとうございました。選手の皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。私も行いますので、そしてね、お菓子巻き、餅巻きも、はい、午後3時頃ですかね、はい、3時頃からお菓子巻き、選手の皆さんに投げていただきます、はい、餅巻き、お菓子巻き、行っていきます。それでは、1日ね、はい、そして、2日の日も豚汁のサービス、お菓子巻きなどありまして、メニューは何といっても3日、はい、3日目です、はい、はい、どうぞ。中日ドラゴンズの選手の同居賞、はい、毎年恒例の豊橋出身藤井選手はもちろん、今年はもう一方の豊橋出身藤島選手、そして遠藤選手もお越しいただくということで、はい、楽しみですね。なかなかどんなお話ができるのか
カレンダー内容になっています。おっとカレンダーいけますか最後まで。おありそうですかね。何本余ります。余った、余る、あと30本。今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。グッズ販売とスープ配り、はいまあ、たくさんの人に来てもらって、うん、お客さんね、本当にね、いっぱいいましたね。やっぱグランプリの時は、うん、あのお客さんも多いんで、やりがいがあります、はい。そうですね。本当にお客さんでね、はい、いろんな話もできたしね。そうですね。うん、本当に良かったです。やっぱカラフルスタイル見てくれてる人多いですね、うん。びっくりしましたよ。あの結構みんなにね、出てますねっていう感じで、あの言われちゃって。僕もあれですか。なんか。コーヒー飲みたいって人がいて、ありましたね。なんか言いましたよね。全日本選抜、全日本選抜でカラフルカフェやっちゃいますか。やっていいんですかね。いやもうあのせっかくね今日もあの視聴者の皆さんにね、はい、こういう話したんで、はい、ぜひ皆さん、はい、やっちゃってくださいよ。どっかでやりましょう。はい、やりますね。はい、お願いしますよ。多分1時間2時間できればいいかなと思うんですけど、ね、はい、まあ、他の仕事もあるので。そうですね。まあね、その2月にね、はい、プラシはね、本当に G1 初のね、G1。G1、楽しみですね。全日本選抜ね。愛知県からは金子くんと吉田くん。2人がね、参加してくれますね。いや、豊橋の風強い日もあるから、2月って難しいコンディションなんですよ ね。地元の利を生かしてね。そうそう、金子くんにはね、はい、本当に。最低限でも決勝乗ってもらいたいね、うん。頑張ってもらいたいですね。どう、金子くん。頑張ります。いやいや、もうこのね、頑張ります、一言が。でもやっぱ力強いコメントは、うん、直接欲しいですよね。そうだね。ちょっと、そう、はい、はい、今年から始めた YouTube、ご苦労様でした。お疲れ様でした。大反響だったよね。そうですね、もう本当にたくさんの方が見てくれたり、声かけてくれるんで。やりがいがあるよね、やりがいありますね、本当にね。はい、もうこれから、まあ、全日本までにはもうちょっと2、3本上げれるかな、動画は。そうですね、やっぱり電車が、あの弱くなっちゃったら困るので、まあ、上げれるようにしていきたいですけど、うんうん、あの無理ないようにやっていきたいと思います。そうだね、まずは本業の、ね、豊橋でめちゃめちゃ頑張ってもらわねば困るから、まずはそこをおろそかにしないように。そうですね、そこでまず結果に出せるように頑張りたいです。はいはい、じゃあ今年1年あのありがとうございました。お疲れ様でした。また来年も全日本全プロあるんで、本業あとこの YouTube カラフルスタイルも頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あのね、金子さんがいやもうやる気伝わりますね。もうあんなね、あるね、うん、なかなかやっぱ G1 っていうのは出れる機会も少なければ、うん、走るチャンスももう限られてきますからね。もう金子くんもこれを取っちゃって、そうだね、来年の今日グランプリに、うん、走ってる走る、もうそんな姿を、ね、僕らもね、あの応援したいですね、うん、もうそういうの夢見たいですね。そうですね、はい、まあ、ぜひ金子くんも頑張ってください、うん、頑張りましょう。僕らもあの頑張りますか、頑張りますか、あのカラフルスタイル、まだまだこれからですよ。まだまだね、はい、皆さん、ね、やることいっぱいあるんで、はい、あのできる範囲で、ね、いろんなことをカラフルに、あ、いいね、伝えていきますんで、うん、また頑張りましょう。お願いします。よろしくお願いします。今年1年どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来年カラフルスタイルで会いましょう。さよなら。さよなら。